グフとオルテなんて帝国を。失礼ね。オルテは大したもんよ。エンズの所業みたいに言うな、バカ。あの国父アドルフ・ヒトラーだって劣気とした漂流者よ。国父は効率的な官僚帝国を作り上げた。世襲による悪癖を取り除き富を分配した。そして一定数の差別階層を故意に作り、それをもって民衆をまとめ中央集権を成した。私の領地というご褒美以外はね。私たちはいい仕事したわよ。